西を作る夢の話を僕は話してるのが好きだった。君がくれた空色の本、今も大事に持っているんだよ。文化放送モバイルプラスプレゼンツ、大阪市立花井学園ラジオ。皆さんチーズ、おさらいです。チーズ花井夏樹です。はい、大花ラジオでございます。はい何のいじりこれ、どんないじりか、何何何何、何がある、何かあるの。早速だけど結婚しました。うええうそやかましいよ、急にオープニングでそんなこと。ええー、ちょっと心臓がドキドキしちゃった。おめでとうございます。いやー素晴らしいですよ。もうねえ、まあ、放送日からだから、まあ、2週間前ぐらいか、うん、まあ事務所で出してね、はい、やりましたけれども、お互いの嬉しいですよ本当に。これはね、いや本当にね、花江君、まあ、大花の LINE があるんでね、はいはい、あのそこに、まあ、うん、お先にちょっと結婚しましたっていう話をやったら、うん、ね、はい、やったーっていう。いや言うでしょ、そりゃ言うでしょ、やったーって言うでしょ。しかもおめでとうございますって言ってやったーなんかね、ほらこのね、しかも発表するって言うからね、ああそれはもうやったーでしょ。そうなんだよね、もともと発表する気なかったんですよ、正直に言うとね。まあでもね、こう今のご時世を鑑みてね、そうそうそう、まあ、僕をこう参考にしたのかもしれないですけどね、うん、まあそれはないけどいやまあだから、あの先輩とかにもいろいろ相談したんですよ、はいはいはい、別に僕はバレても、うん、その時にいやしてますよって言えば、ね、隠してるつもりはないから大丈夫なんじゃないですかって言ったら、うん、いやそれは別にそのこっちが思ってるだけで、うん、その見てる人と聞いてる人はそれは、ね、それは認めてくれないから、うん、あと子供とか生まれてきた時に、はいはい、いろいろ考えると発表した方がいいんじゃないっていう。確かに確かに、まあ、他にもいろいろあります。いや潔い、うん、男らしい、それで改めて相談して天才、まあ、発表できました。おめでとうございます。ということでですね、今日は大阪亮太結婚特集というね、前半戦は、そんな感じでいきたいと思います、はい、なぜなら僕が散々やられてきたからね、やり返しや。僕が結婚した時に、まあ大阪さんこういろいろいじられたし、その時に結婚のご予定ないんですかって言ったら、俺は今は別に考えてないねって言ってたから、まあ考えた、その時は考えてなかったね。なんでちょっと今日は皆さんね、お祝いムードで行ってみたいと思います。はい、大阪市立花江学園レイディオ、清く楽しく元気よくよろしくお願いします。大阪市立花江学園レイディオ。改めまして、ティース大阪ゆうとです。ティース花江夏樹です。はい。いや、まずね、その大阪さんの、うん、まあ、ちょっと優しいところ出ちゃったなって思ったんですよ、僕は。この、収録の、うん、もう直前に発表してるから。ああ。だからもう、みんなのメールが大花に届いて、もう読めるタイミングを見計らっての発表ってことですよね。見計らってねえよ。ですよね。そんな見計らってねえ。めちゃくちゃタイムリーに収録したいっていう、だからもう、大花基準で考えてくれてるところのこのね、優しさ。優しいメールが間に合うのよ。あなたも優しいじゃん。あねえ、いやーでもめでたいですよ。ダブル既婚者ラジオ。まあな。うん。まあ、ダブル既婚者ラジオなのにまだ学園でやってるっていう、ね。そろそろ変えようぜ。いやいや、そういう学園があってもいいじゃないですか。うん、ねえ。ちょっと、じゃあ、ね、聞いていきたいんですけど、はい、お相手の方は何の職業されてるお前、お前、お前、何も聞いてなかった。ちょっと、情報だけ入ってきてるから、ちょっと、情報、何の情報だ、お前。そこの一番重要な部分知らなくて、何の情報がいい。LINE ニュースとかの、トピックスでは大阪でお前、俺の部分しか見てない。写真もデカデカと一緒に載ってたわ。え、何ですか？いや、アーツビジョンの沼倉まなみさんっていう。ああ、声優さんということですね。同業者。そうです、同業者です。素晴らしいですね。うん、え、
もう帰った方がいいんじゃないですか今日。家に。早いわ。ね、はい、まだ夕方だわ。夕方だけど、でもね。夕方だわ。お互い仕事だわ。いやー、でも嬉しいですよ。僕は本当に。まあね、いろいろね。うん、先にね、やっぱ、うん、だいぶ若い時からね、結婚したから。うんうんうん、まあ、それは逆にそれで、大変そうだなって思うし。まあ、確かに確かに。よく踏み切ったなと思いますけど、特にね、もう本当に、はい、ちょうどすげー売れて、うん、乗ってる時期にね、うん、発表して、うんうんうん、なかなか爆死じゃない正直な。確かにね、うん。23ですかね、僕は発表したの、うん、ぐらいですかね。めちゃくちゃ早いよね、うん、この業界にして。早かった、早かった。うん、23じゃねえ、25か。25? もうめちゃくちゃ。全然忘れちゃった。そんな早かったっけ、俺も思ってた。まあでもそのぐらいにね、発表して、ね、うん、だいぶ早いですよね。いや、でもこれからですから、うん、そのね、別に発表したところでね。そうですよ、だから。僕的には仕事に全然影響なかったですからね。うん、だからまあこれからどうなるかっていうところではありますけど、うん、まあね、ご祝儀的な意味でお仕事をくれれば僕たちは、うん、僕は万々歳ですけども。そういうね、ちょっとね、まああるかもしれないですね。結構その、いろんな人から祝ってもらったんですか？いや、本当に現場行くたびにやっぱ皆さん知ってもらってて、うん、まああんだけ大体的に発表したらそれ知ってるかみたいな感じなんですけども、うん、うね、はい、昨日とかも鳥海さんとか小西さんとかにお会いして、はいはいはい、あ、おめでとうっつって、うん、まあすれ違いだけだったんですけど、うん、ありがとうございますっつって、本当にいろんな、まあ一人だけの現場とかでもスタッフさんにお祝いしてもらったりとか、はい、で、それこそ、発表した日のゲーム収録だったんですけど、うんうん、まあ、10時から始まって15時までだったんですけど、うん、12時に発表したんですよね。ほう。12時に発表して、で、10時に収録してたから、なんか、休憩が1時ぐらいに入って、うん、おめでとうございますって入ってきて、ありがとうございます。見ました、つって、で、まあ、それでじゃあ始めましょうかってなって、うん、で、終わって、ありがとうございましたって言ったら、その場でケーキ買ってきてくれた。すごい。めちゃくちゃ、もう俊敏ですね。うん、そこで見て、お祝いしてくれるってね。そう嬉しいですね。見ただけとかよくあったな、ケーキやと思って。うん、まあ、それぐらいなんかすごい早くて、はい、すごいありがたかったですけどね。いや、でもこれはね、本当にね、人柄ですよ、大阪さんの。いや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 。あと、沼倉さんの人柄ですよ。向こうですね、どっちかっていうと。いやいや、二人よ。こんなにやっぱね、だってもう幸せなことはないから。うん、ありがたいですけど、もうだって、いつもは一日一通か来るか来ないかの LINE が、気づいたら100通超えてて、100メッセージ超えてて、まあグループ LINE もあったけど、はい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 、うわ、すげえな、はいはい。こんなに、そんな大ごとになるとは思ってなかったから、うん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 、まあ本当いろんな人にお祝いしてもらって、特に、尾形めぐみさんとかも、長くさせてもらってて、じゃあ今度は、お祝いしようっつって、うん、今、飲み会っていうか、なるほどね、パーティーの結果を立ててるんですけども、そう、特に一緒に共演させてもらった暗殺教室とかは、本当にもう当時からすごく仲が良くて、もうそれこそ皆さん、もう全員がお祝いしてくれたりしてたので、もうありがたいですよね。なんかありがたいとしか言えないですね。そうね。そんなね、ファンの皆さんからのお祝いメッセージも、どかどかと届いておりますので、ちょっと読み上げさせていただきたいと思います。チャーさんからいただきました、はい。ありがとうございます。大阪さん、内くん、こんばんは。大阪さん、ご結婚おめでとうございます。突然の発表でとても驚きましたが、幸せなご報告でこちらも幸せな気持ちになりました。これからは、花江くんだけでなく、大阪さんののろけ話も聞けるのでしょうか。聞けないと思います。そんな時を楽しみにしています。うん、本当にご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。末永くお幸せにお過ごしください。というね。いいんですよ。花江くんのろけてたっけ？いつでものろけ話していいんですからね。そんなのろけてたっけ？いや、違うんですよ。僕たちにとってのろけ話じゃなくても、視聴者にとってはのろけ話に聞こえてしまう。そんなトークを待っている。待ってる。そうなんですよね。ちょっと、MC みたいな喋り方してる。うん。でもね、あんまやっぱ僕からね、そんなにね、深くはやっぱ聞くことはできないんで、大阪さんの、まあ、その、のろけ待ちみたいなとこあるんで。いやいや、まあ、だってそこは言っても、プライベートの、そうよ世界なんで。そうよね、違うんだよね、なんかね、お互い、大阪さん、沼倉さんのことも知ってるから、うん、ちょっといじりづらい。そうだね。だから、そうなんですよね。正直そう。冒頭やったけど、いやもうこれ以上なんか行くのもな、みたいな。そう、俺もがっつり奥さんのことを知ってるわけじゃないから、まだなんかね、そうそうそう花井くんに対してはいじれるけど、そうなんですよね。あのね、もう、俺をいじるってことは。浮かんじゃうからね。そう、俺をいじるってことは向こうもいじるってことだから、ね。そう、そうなんですよね。後で怒られるパターンもある。そう、共演して、レギュラーも一緒にやってたけど、でもそれでもやっぱちょっとね。ね
LINE がね、わからないんでね、うん。ちょっとね。ね、次のね、読みましょうかね。じゃあ、お祝いをね、こうメインに行きたいと思いますよ。さゆぴのさんからいただきました。こんなに動揺してる？大阪さん、あなさん、こんばんは、はい。いつも楽しく拝聴させていただいております。この度は、大阪さんがご結婚なさったということで、とても嬉しくなり、初めてメールを送らせていただきました。本当におめでとうございます。仲のいいお花のお二人がどちらもご結婚されたのは、なんだかとても微笑ましく、私まで幸せな気分になりました。そんなお二人のご活躍をこれからも楽しみにしておりますというね。いや、嬉しいですね。結婚式とかしないんですか？いや、まあ、いつかはするでしょうよ。いつかはするというね。呼んでくれるかな？いいと思うとは言えないけど。行きたい、ね。君来れないっしょ。いや、行きたい行きたい。もうだって、誠実なら、もうあれだけど、土日もガンガン行ってくれる。いやいやいや、もう早めに行って、半年前ぐらいに行ってくれれば、もう絶対開けるんで。プラス YouTube。オハスターも休むんで。おはスタも休む。で、いや、絶対もう、どうにかして交渉して休む。どうやってやるんだよ。いや、大阪さん結婚式やるんで、あれ休ませてください。その日だけ VTuber だ、その日だけ、ちょっとその地方から。地方からその、だからその、なんか中継やめてくれ、俺がやってる場所バレんじゃねえ。みたいなね。はい。さあ、もようさんからいただきました。はい、大阪さん、アナウンサー、こんばんは、はい。毎月楽しく拝聴しております。はい、大阪さん、ご結婚おめでとうございます。最初、ご報告を聞いたときは驚きましたが、すぐに大花にお祝いメッセージを送らなければと思い、メールフォームを開きました。これからは一つの家庭を背負っていく立場になり、その分嬉しいことも辛いことも2倍、3倍に増えていくとは思いますが、これからも大阪さんらしくお仕事を頑張ってください。これからもずっとずっと応援しています。はい、末永くお幸せにお過ごしくらっしゃいましたというね。お過ごしくらっしゃいましたね。最後ね、歓喜余っちゃったんでしょうね。いや、もう、全然普通に書いてる。お過ごしくらっしゃいました、ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。やっぱ、まあ、どんどん読んでいこうかね。いっぱいある。そうですね。どかどか来てるらしい。どかどか来てるからね。マッカロン酒井です。はい、大阪さん、アナ君、こんばんは、はい。そして大阪さん、この度はご結婚、本当におめでとうございます。ニュースで知り、最初はとても驚きましたが、本当に嬉しくて、今まで番組では、花江君の奥さんとの幸せエピソードをたくさん聞かせていただきましたが、これからは大阪さんの幸せエピソードが聞けることも楽しみにしています。そして、突然ですが、花江君に質問です。大阪さんから結婚の報告をされた時に、率直にどう思われましたか？大阪さん、末永くお幸せにというね。これはもうね、大阪さんから結婚のご報告を受けたときはね、まあ、発表よりもちろんその前に、僕が聞いてたんですけど、何個か前の大花の収録の後かな、文化放送の、こう、まあ、2階のね、ロビーを出てね、で、いつもだったら、ここで、それぞれの仕事にね、旅立っていくところを、花江くんちょっと待ってくれと。花江くんには、先言っとくか。俺結婚すんだよ。っていうことがありまして、ありましたね、相手誰なんですか？沼倉真奈美。噛むなそこは。俺そこは噛んでねえよ。沼倉真奈美。みたいなね。そこでですよ、僕が初めてやったって言ったの。うん、あっていうね。確かにやったって言ってたもん。やったって言ってた。本当に嬉しかった。確かに言ってた。うん。いやいや、もう理想的な組み合わせだなと思ったんでね。どっちもいい人だったんでね。というエピソードがあったんですよ。結構いろんな人に言ってたんですか？その。ちょこちょこ言ってた。ちょこちょこ。よく会う人とか、お世話になってる方とか、それこそね、桜井さんとか、その辺には、本当にいろいろ、鈴村さんとかね、この辺の先輩方には言わせてもらいましたし、仲のいい子たちにも、もう本当に先に。なるほど。言ったかな。うん。じゃあその中の一人に、無事選ばれたということで。割と早い方だよ。割と早い方、聞きましたか、割と早い方ですよ。でも本当1番目か2番目ぐらい。1番目か2番目ですよ。うん、これはもう、5年6年の絆が、うん。だって俺結婚したことを親に報告するの忘れてたから。いや、それはダメでしょ。それは1番にして。入籍したのを言うの忘れてた。それは1番にして。あ、そういや、言ってなかったっつって。あ、そっか。うん、いや、でも結婚届をね、書くのちょっとね、楽しいですよね。ん？楽しくなかったですか？結婚届け、入籍、役所に届ける。ああ、あれね。うん。あれはもう大変だったよ、いろいろ。大変だったんですか？いろいろ大変だったよ。まあ、詳しくは言えないけど。言えないけど。うん。あ、いろいろと。もしかしたら出せなくなってとか。あ、こういうね、そう、狙った日にね。そう。あ、僕は書きましたね。でもなんか、こう結構いろいろ書くとこあんだな、みたいなとか。あとその、一回提出しちゃうだけなのに、その、特殊な届けであるじゃないですか。
そのキャラクターものとか、なんかそういうので書いたんで、ちょっとなんか、恥ずかしいですね。あ、そんなんあるんだ。そうそう、あるんですよ。へぇー。うん、あ、でもなんかゼクシーとかについてんだもんね。そう。今ね。で、僕代表のところ、代表って何すか、見届け人みたいなのあるじゃないですか。あれ、並川さんに書いてます。ああ、そうなんだ。そう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 。俺、ダイヤのプロデューサー。素晴らしい素晴らしい。そう。さあ、そして、七尾さんからいただきました。大阪ではなく、こんばんは。はい、大阪さん、ご結婚おめでとうございます。大阪さんには信じてもらえないかもしれませんが、ご結婚されたお知らせを見て、とても嬉しい気持ちになりました。いや、信じてるよ。大丈夫だよ。役者さんはよく、結婚して演技の幅が広がるとおっしゃいますが、これからもいろいろな役を演じられる大阪さんを見られると思うと、今からとても楽しみです。奥様とどうぞ、末永くお幸せにというね。確かにね、この演技の幅が広がるというかね、ちょっと気持ちがね、変わりますよね、またね。そうだね。この家庭を支えなければいけない。まあ、より仕事を頑張らなきゃいけない、ね。そうなのよ。やっぱ一つに対して集中力がやっぱさらに上がったような気がしますね。そうですね。やっぱり、この大黒柱としての。やっぱお互いね、同じぐらい忙しいけど、やっぱり、まあいつかはね、今みたいな仕事量があるかどうかはわからないし、まあ今のところもやっぱ頑張っとかないと。確かに確かに。ありますけれども。そこはじゃあもう一歩一歩ね、気合い入れてやってください。いや、ほんとそうですよ。はい。まあ手は抜かないで。これからより一層。どの立場で？いや、もう先輩として先輩だからね。まあね、先輩だからね。さあ、リナタンからいただきました。はい、大阪さん、アナイ君、こんばんは。はい、大阪さん、ご結婚おめでとうございます。結婚願望みたいな話はあまり聞いたことがなかったので、突然の発表にとても驚きました。うん、隣には、既婚者の先輩がいらっしゃるので、夫婦円満の秘訣を聞いて、幸せな家庭を築いてくださいね。ところで、以前、小野賢章さんの旅番組、あれか。旅友？旅友で、賢章さんと大阪さんと花江くんで手相占いをしてもらってましたが、そこで占い師さんに花江くんが一番早く結婚する、うん、2番目が大阪さん、3番目が賢章さんと言われたのを覚えていますか、うん、私はこの番組のことを真っ先に思い出してめちゃくちゃ鳥肌が立ちました。あれだって花江くんもすでに結婚してる時だったもんね。あれ、そう、あ、そうだそうだ、ね、もう発表してる時だったから。そうだね。でもそれは1番目だろよっつって。いや、でもあのおばあちゃんは知らなかったから。あ、結婚してるの。うん。わ、お、ほんとだ。まあ確かにね、当てられてる。でもあの時もね、その賢章くんが、うん、明らかに先だろうみたいな感じだったのに。ねえ、そうですよね。うん、っていうか賢章さんが遅すぎんじゃないの。まあそうだね。いや、なんかもう本当に、なんかもうすんのって思っちゃう。してほしいですよね。全然していいと思うんだけどね。ね、思っちゃうんだけどね。うん、まあそこは ね、まあ、そこはね、それぞれの問題があるから、ね、本人の問題ですからね。突っ込めますね。我々が深く突っ込めないですよ。我々は深く言いません。結婚しろって言えないよ。こっちの願いとしては、ね、うん、願いの願望ね、まあ、したらいいなみたいなね、そういうのは思ってますけど。いい給付ですよ、うん。そうなんですよね。はい、ありますよ。あ、まだありますね。まいまいさんからいただきました。大阪さん、やないくん、こんばんは。そして大阪さん、ご結婚おめでとうございます。私はネットニュースで知ってびっくりしましたが、幸せな報告を聞けてファンとして嬉しかったです。そこでなんですが、結婚といえば、花江くんが大阪さんより先に結婚されましたが、結婚生活をうまくやっていく秘訣や、結婚して自分が変わったことがあれば教えてほしいですよね。いや、でもね、そうですね。やっぱ仕事への理解はお互いあるから、うん、別にね、なんかこう、急にね、作品の飲み会とか入っても、怒らないだろうし、全然怒らない、ね。一人の時間とかやっぱ、それぞれね、必要とね、うん、しそうなタイプじゃないですか。そう、めちゃめちゃ、した。ですよね。うん、もう、絶対自分の時間欲しいから、俺はって言って。なんでそこをね、うまくやりくりできればね、全然いいんじゃないですか。全然大事。で、その中にもやっぱ共通の趣味とかをね、こう見つけていきつつも、うん。うん、まあ、お互い、どっちかっていうと、まあ、俺ほどじゃないけど、向こうも旅行は好きだから、はい。あ、旅行が好きだからね。まあ、一緒に行ったりはしますけど。別に、でも喧嘩とか別にそうしないですよね。いや、しますよ。します？それはしない人いないし。まあ、そうね。まあ、そんな別にね。まあ、喧嘩っていうほど喧嘩じゃない時もあるけど、まあ、ちょっと、お互いの意見をすり合わせとかはありますよ、うん、仲良くしていただきたい。え？喧嘩ですか？喧嘩、まあまあしますけどね。うん、よくさ、はい、例えばその、まあ、YouTube やってるじゃない、動画とかさ、絶対夜中になっちゃうじゃん。うん、怒らないの？その結構大声出すわけじゃん。いや、収録自体は、まあ、夜、うん、だって、が多いですけど。だって、賢章くんとか、はい、エグとか出てるじゃん。ちゃんとだから、その、部屋のね、配置をね、考えて引っ越してるんですよ。おー。響かない構造の、部屋というか、その、リビングを挟んで部屋があるみたいな。うん。うん、だからこう、寝室にいてもらえれば、声は響く、うん。ああ、なるほど、ね。みたいなね。そういう構造の家に引っ越したんで。うんうん、ちゃんとそこは大丈夫。案に出てくんだって。そこから出てくるんだよ。みたいなね。さあ、ということで、以上でいいですか？いや、ほんとまあ、いっぱい撮ろうよ。ほんとありがとうございます。皆さんの感謝の気持ち、これからも大花として役立ったいと思います。はい。
ということで、ここで一曲聴いてください。はい、言う必要あるこれ。共演作です。テレビアニメ暗殺教室。ちょっと待ったー！トイレか。え、まだ行っちゃダメこれ。言わなきゃダメ。デレーン。デレレーン。何をしよう。おめでとうございます。ありがとうございます。結婚祝いです。すげえちゃんとしてるやつやんもう。ありがとう。すげえちゃんとしてるやつやん。いや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 。え、これどっちが先がいいですか。今、ま、そうですね。こっちかな。こっちが先がいいかな。先に開ける。いや。やはりね。こんなもうね、いやもう気に入ってくれるでしょうか。果たして大阪さんはおっと、さあ今おもむろに大阪亮太伊勢丹と書かれた袋から取り出した箱を開け、包装紙を丁寧に丁寧に破らないようにセロテープをゆっくり剥がしていく。さあ現れたのは、これはあれか、そういうことか。さあ。さあ、これは何だ？何なんだ、これは！さあ、リーデルの、なんだ、リーデルの、一体！これ、リーデルって読むのね。あっおっと、厳重だ！厳重に！まだカメラで見てる人見えない。厳重に包まれてる！あ、シャンペングラース！すごい、何これ、ここがオシャレやん。そうなんですよ。あのこちらのペアとなっておりまして、うん、あのこっちのこっち側あのこのここの色がね、あの逆っていう、ね、あ、そういうこと、そういう風になっております。なるほどね。はい、おめでとうございます。ありがとう。すげえ、急にオシャレなやつ持ってきて。そしてね。ああ、そうだそうだ。つまりはそういう、つまりはどういうことなんでしょうかね。グラスと来たらやっぱりね。グラスと来たらだってもう、この形とこの重さはもう、ほぼ確定じゃないのか。そうなんですかね。違うのか。と伊勢丹のシールすげえ破れてる。おお、何これ。来たぞ。急に、ヒョウ柄みたいなのが出ましたよ。こちらですね、優美で繊細なシャンパン作りを得意とする、テタンジェ社が、ピノワール酒とシャルドネ酒で優れた収穫年のみにリリースする特別構造品テタンジェコレクション。2008年、11年もの。これはもうね、僕も極秘に入手してきましたから。極秘に、はい、普通に手に入って伊勢丹行って予算伝えたら、お酒のコーナーで、あれ裏に通されて、そこにあの一個だけあったという。やべえやつ。激レアシャンパン。おい。おい、これ何十万したんだよ。いや、これはちょっと言えないですけれども、おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。いや、マジで。飲んでください、飲んでください。いや、飲むの。いやー。これはね。すげえじゃん、マジで。やっぱお祝いですからね。ちゃんと、俺、あげてねえぞ、なんか。いや、確か。あれ、もらわなかったっけ？俺、あげたっけ？じゃあ、もらったことにしよう。まあ、もらったことにしよう。大丈夫、大丈夫。じゃあ、ちょっとその曲紹介読んでいただきます。いや、お願いします。はい。はい。